この型は剛柔流の型の中でも実践性がより分かりやすく表現されている型である。獲物を見つけた虎が呼吸を乱さず静かに近づき襲いかかるといったイメージから始める。力強いコンビネーションと転身技が特徴である。
両手で掴まれた右手を手を返しながら左手ですり落としで外す。すかさず足を取り倒して決める。蹴りを交差受けしながらすくい受けして上段上げ受けして投げて決める。